どうぞ。おい、八神。なんで先に怪盗だけ来させたんだ。あいつバカのくせに偉そうでイラつくんだよ。それは気がつきませんで。まったく。お前も座れ。事件の捜査資料が手に入った。事件の流れ、鑑識の結果、それに検察側の主張する羽村有罪のストーリーだ。なるほど。どれどれ。その前に、ん、お前ら役割はわきまえておけよ。特に八神、そっちの仕事はあくまで情報集めだ。頭使って調査の方針決めるのは俺。わかるな。了解。弁護人はあんただ。では資料を見てもよろしいでしょうか、新谷先生。それでいい。じゃあまずは現場の資料だ。はあ。12月4日早朝6時過ぎ、死体発見の110番通報。急行した警官がアムール裏のゴミ捨て場で倒れている死体を確認した。怪しい。被害者は関西協力会の組員、久米敏郎。下っ端で特に肩書きもない。遺体に軽く暴行された跡はあるが、直接の死因は眼球を突き刺した傷だ。アイスピック状の凶器が脳にまで達したとみられる。聞いてるだけでしんどくなるな。まったくだ。両目は眼球を突き刺した凶器を使ってそのまま引っ張り出されたらしい。構想中の登場会から凶霊会への見せしめと考えるのが自然だ。だからもし羽村の頭が無実だとしても、真犯人は十中八九登場会の人間。その真犯人を特定できれば自然と羽村の無実が証明できる。犯人探し？俺はそこまで手間かける気はねえ。今んとこ一番はやっぱりアリバイの証明だろうな。それさえできりゃ羽村は無罪だ。どこだ。したこのことから実際の殺害現場は別の場所と考えられる。アムールの店内がその第一候補だ。死体の周りには血痕が見当たらない。このことから被害者は別の場所で殺された可能性が高い。その時まだ異常はなかった。つまり最後のゴミ、つまり死体が捨てられたのは、なんだこれ。被害者の死体からは財布、スマホは壊されたんだろう。 GPS の位置情報も拾えなかったらしい。犯人は荒っぽく死体を捨てた割に最低限の隠蔽はしている。どこだ。アムールに行った時、裏のゴミ捨て場ってのは見たか。もう事件の痕跡はねえだろうが、裏口出てすぐのところらしい。まあそれはともかく、これが殺される前の久米だ。この目が犯人に持ち去られたってわけか。嫌な言い方するな。検察の見立てはどうなってる。この事件のストーリーは。まず事件の背景として、関西の協力会と登場会との抗争がある。これまでにも協力会の極道が2人目をえぐられてきた。今回の件も含めた3件は協力会と敵対する登場会の犯行である可能性が高い。ここまではいいな。
いいよ、続けてくれ。じゃあここから先は検察が主張する事件当日の流れだ。12月3日夜9時過ぎ、神室町のクラブアムール前、松金組若頭羽村恭平と教令会の久米村瀬の間で口論が発生。羽村は古文を使ってアムールに久米を拉致、その際村瀬は久米を残して逃走している。羽村はアムールで1時間にわたって久米を監禁、手下たちに暴行を加えさせた。夜10時、羽村は自分と久米を残して全員を店から帰した。ここまではアムール店長の証言と防犯カメラの映像とで裏が取れている。この後検察が言うには、羽村は二人きりになった後、久米にさらなる暴行を加え続けた。そして午前2時から3時ごろ、ついに久米の眼球に鋭利な刃物を突き刺して殺害。遺体から眼球を抜き取った上、死体はアムール近くのゴミ捨て場に遺棄した。警察の取り調べに対し、羽村は午前0時に久米とアムールを出た後サウナにいたとアリバイを主張。しかしそれを裏付ける証言や証拠はなく、検察は信憑性に欠けるとしている。久米の死体発見は4日午前6時過ぎ、羽村は事件から1週間後に逮捕された。アムール前の防犯カメラ映像と店内から出た被害者の血液反応、そしてアリバイの不成立、一つ一つは有罪の決め手とまでは言えん。それでも検察は十分立証できていると考えてる。所詮はヤクザ同士の殺しだってな。確かに検察の考えはそんなところだろうな。ただあんたはどう考えてる？実際羽村が久米をやったと思うか？新谷先生、羽村はムカつく野郎だが、俺が思うに今回は無実だ。ああいう小ずるいヤクザが死体をその辺に捨てるなんて雑な殺しはしないだろう。目をえぐるとか以前に多分死体も出てこねえ。俺もそう思う。さすがは新谷先生、性格はあれだが弁護士としては超優秀だな。同感です。まさか今ので褒めたつもりですか？なんだよ、どうかしたか？もし羽村が無実なら真犯人は別にいるってことだよな。あ？事件に白黒つけるならそいつを見つければいい。そんな人で俺らにねえだろ。犯罪者追うにはまず組織的な捜査網がいる。つまり国家権力の仕事なんだよ。俺らは羽村の弁護をするだけだ。なら次はどう動く？もう少し被害者側の情報が欲しい。久米が拉致された時、一人で逃げた兄貴分がいたろう。教令会組員村瀬明、あいつの話が聞きたいな。話ってどんな？久米が目の前で拉致された後、村瀬がどう思いたかです。仲間が拉致されてんのにその後何もしなかったのかとか。おいおい、今こんな時に教令会探れってのか？組員やられたばっかなんだぞ。相当殺気立ってるだろうな。俺は村瀬の情報が欲しいだけだ。その集め方はお前らで決めろ。そういう話だったろ？簡単に言うけどな、構想真っ只中の組ってのは。そうだった。
わかった。行こう、海藤さん。ああ。まず、教令会がカムロ町のどこにいるかだな。連中のアジトがあるはずだ。それは松金組に聞くのが早いな。松金のおやっさんなら知ってると思う。そうか。なら俺は遠慮しとく。波紋の身だ。のこのこ顔出すわけにもな。分かってるよ。もともと一人で行く気だった。後で連絡する。さあ、こちらです。東条会系松金組、規模としてはさほどでもない。業界内で俗に枝と呼ばれる末端の組だ。だが組長の松金貢は俺にとっても海藤さんにとっても親父だ。親父、矢上さんをお通ししました。おお、久しぶりじゃねえか、タボ。なんだよ、全然顔出してくれねえんだもんな。あのな、おやすさんだけだからな。この事務所で俺を歓迎してくれてんの。まあ、そうかもな。カイトはどうだ、元気でやってるか。元気だよ。例の件がなきゃ破門せずに済んだのによ。あれがかれこれ一年前か。あいつも俺には息子同然だった。もう済んだ話だろ。ああ、お前んとこで元気でやってんならそれもいい。俺も海藤さんのことは兄貴だと思ってる。20年前、あの人やおやすさんに会ってなきゃ俺も今とは別の人生だ。相変わらずいいな、お前は。失礼します。どうぞ。それで、この歓迎されてねえ事務所まで来たのは何の用だ。羽村の頭の件で。あれか、源田さんとこに弁護頼んだって聞いたがよ。タボも手貸してくれんのか。カムロ町に教令会の拠点があるだろう。場所が知りたい。そこの組員に聞きたいことがある。けどお前、連中今相当ビリついてんだろ。分かってるのか。ちょっと話聞くだけだよ。ゼネコンの梶平グループってあるな。いや、よくは知らないけど。関西の大手だ。で、その梶平系列で KJ アートってのが占領通りにある。ビル一棟丸ごとその会社のもんでな。教令会の連中はそこに詰めてんだよ。占領通りの KJ アートね。分かった。忙しいみてえだな。今度そっちの事務所に遊びに行っていいか。お忍びでよ。まあもちろん。
海藤さん、親さんと話せたよ。教令会の拠点は KJ アートって会社だ。そうか。じゃあ例の村瀬ってのもそこにいいんだな。いや、それは現場行って確かめるしかない。となると張り込みか。おお。じゃあもしかしてドローンの出番か。それもあるかもな。了解だ。俺もすぐ KJ アートに向かう。寝とけっての。いい加減にしろよ。なんだ？おい！もしもし。カイトだ。KJ アートに着いたな。ああ、そうらしい。カイトさんは今どこ？KJ アートに向かって右見ろ。怪しいな。わかった。俺も今そっちに行く。これは。
ルの中は確かに極道らしいのがうろついてたぜ。じゃあやっぱり強霊界のアジトか。間違いねえ。村瀬はいたか。見当たらなかった。さっき鳩飛ばしては見たんだがよ。ん？しっかり見た。ああ一応な。もう一度飛ばそう。今度は俺がやってみるよ。未熟な部下にお手本見せてやんないとな。へいへい。これが村瀬の写真だ。ビルの窓越しに村瀬がいないか確認できればいいんだけどよ。なんだあいつ、あんなところでこそこそ本なんか読みやがって。村瀬じゃねえか。くそ、
どこの部屋に行ったか探そうぜ。村瀬じゃねえか。やったなタボ、さすがだぜ。フロア奥の個室か。やろう、自分用に部屋持ってるってことはそこそこの立場だぞ。俺らが行ったとこで会えるか。多分門前払いが関の山だ。おまけに頭の弁護のためなんつったら叩き出されるな。村瀬をじっくり絞るならあの部屋に入り込まないとな。入り込むか。どうやるんだ。忍び込むか強行突破か、どう攻めていくかな。なんとかビルの壁をよじ登ってみて、で開いてる窓があればそこから忍び込んで。結構無茶じゃねえか。壁よじ登るにもまあまあ人目があるしよ。窓から入り込んだってそこに人がいたらアウトだぞ。だよな。他の考えもあるんだよな。プラン B はなんだ。誰かに変装して入り込むの。誰かって誰だよ。ピザ屋とか宅配便とか。それじゃせいぜい受付までしか行けねえだろう。じゃあ出入りの業者、ビルのメンテナンスとかの。お、そいつはいいんじゃねえか。作業服なんかはドン・キホーテで買えるしな。ただビルの中入ってく理由がいる。そいつはどうする。そうだな、あそこの室外機使おうか。あれがもし故障してたらどうなる。修理の業者が呼ばれるな。でも壊れるまで待つのか。壊れてなければ壊しに行けばいい。なるほど、そうか。冴えてるじゃねえか。お前本当にタボか。どういう意味だよ。よし、じゃあまず室外機に細工してくる。海藤さんはここから見張ってた。おう、それじゃ作戦開始だ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。もしもし。ダボ、作業服は変えたか？ああ、今買ったところだ。そうか。じゃあすぐこっちに来い。KJアートの奴らが室外機が故障したのに気づいた。たった今、下っ端が修理業者に電話したぜ。狙い通り。急いでそっちに向かう。それじゃ、早速変装だ。よし、これでバッチリだな。おい、変装してるからって安心するなよ。目立つ行動は控えろ。わかってるって。じゃあな。どうも。エアコンが故障されたそうで修理に伺いました。お世話になっております。エアコンの修理の件受けたまわっております。左手の扉から外に出ていただきますと、非常階段の前に室外機がございます。中のエアコンも点検させていただけますか？実際どういう状況なのか確認しておきたいので。中のエアコンってございますか？そう、例えばそこの部屋にもありますよね。この際一通り点検しようと思いますので。そういうことでしたら、はい、問題ないかと存じます。ありがとうございます。それでは作業に取り掛からせていただきます。
これは。ちょ待ちや、あんちゃんエアコン直しに来たんやろ。そこを見終わったら上にも来てくれや。あ、はい、すぐ行きます。ほなこっちや、ついてき。さば、早よ直してくれんとここへ死ぬわ。何しとんねん、早くこっち来いや。おお、あれや、電源はついてんのに何も動かへんのや。わかりました、とりあえず見てみますね。あー、これは確かに故障してますね。おお、早直してくれや。なんや、中開けてみたりせんのかい。外から触って治るもんなんか。さすがやないか。なんや、そない簡単なことで治るんやな。いえいえ、お役に立てたようで何よりです。それじゃあ私はこれで。誰やお前。あ、私エアコンの修理に来たものでして。ほんまか、見たことない顔やな。いつものあんちゃんはどないしたんや。てっきりあいつが来るもんやとばっかりは思っとったわ。それはですね、妙やな。もっかい業者に電話してどないなってんのか確認してみようか。いつもの人の代理です。彼今日はお休みでして。そないなはずないやろ。さっき道が混んでるから遅れるって連絡あったんやぞ。あれ、おかしいですね。何か行き違いがあったのかも。なんやこいつ怪しいで。登場会の回しもんやないか。なんやと、お前ら生かして返すんやないで。
難しいな。よし。難しいな。もう少しだ。よし。これでよし。取らせよって。
このドアホー何してくれとんねん。あんだけ言うてたろうが、すんません、ほんまにすんません。Yeah.